Please give a shout out to Laplace's Dirty Room and applaud their efforts. はい。という。いやでもね、逆になんか感謝してるかもしれない。なんか掃除の重要性になんか気づいた。本当に気づいてくれたの？二人が来たじゃん。うん。来た時はもう別にどうでもいいわって感じだったんだけど。うんうんうん。なんかそうコメント欄でその喉に関わるって言われて、あーハウスダストとか、そう、うちハウスダストしかないやん、もう。まあそうね、小屋んちもハウスダストはいっぱいありそうだけどね、うん、なんかその部屋が汚いと体調面崩すから、うん、ちょっと体調崩したらもう何もできんと思って、え、掃除機かけました、あれから。えらい掃除機？変わっちまったよ。あったの？うん、掃除機。あ、一番端にあったのよ。全然気づかんかった。え、ちょっと待ってよ、なんか、え？塩らしいじゃん。あんなに、掃除して欲しかったのに、こよ。うん。なんかちょっと今、悲しいかも。さよなら、すべてのゴミたちになってる、今。え、でも、ありがとう。いや、いい、なんか、ラプちゃん、あれ？誰？部屋掃除するだけでこの言われようよ。別人じゃん、うん、掃除だけじゃなくてちゃんと、うん、食べ終わったゴミも捨てようね。うん、捨てる。え、洗濯もしたからね。え、あのやばな、山プラスなぜか一個だけ落ちてた靴下。そう、いやもうしっかりね入れたったよ、洗濯機にね。うん、入れて回した、うん、回して干したよ。うわぁ、うん、誰？卒業します、お部屋。誰？卒業します。さよなら、坂本クロエ。クロタン直さなそうだもんな、うん、あいつはもうダメ、うん、ダメ。じゃあ、新年明けたら、うん、ラプちゃんちまた遊び行かせてもらおうかな。あ、いいよいいよね、ちょっと抜き打ちテストじゃないけど、急にテストだったら急に来なきゃじゃん。別に急に来てもいいよ。急に行こうかな、うん、ピンポーンって行こうかな。雑談配信してる時に行こうかね。あ、雑談配信してる時に絶対急に来ていいよ。、うん、じゃあちょっと狙おうかな。うん、ラプちゃん偉いじゃん、お部屋卒業。アップ